2008年の北京パラリンピックでプレーする益子恵美さん、本人提供、写真を拡大車椅子バスケットボール女子の元日本代表で、シドニーパラリンピック。歩道メダリスト益子恵美、益子、めぐみ、3、47、イコール福島市イコールが4月下旬、東京電力福島第一原発を見学した。2011年の原発事故後、車椅子。記事全文を読む。